ペーパーマリオ折り紙キングス。どうも、はにちまんは、たかまるかまるです。さあ、折り紙キング続きやっていきましょう。前回はここ、水神神殿の謎を解き明かして、水神様と戦って、それで水神様の力を得たんだよな。で、今回は、の水神様の力を使って川下りすると思うんだけど、その前にちょっといろいろやり残したところあると思うから、それちょっと探しに行ってきます。あぶね。あとね、ここの下ね、奥にあるんだよね。なんか行けるところあるはずなんだけどな。どっか壁壊せないとかしないかな。この奥に見えるのは何なんだ、黄色いやつ。あそことはなんかありそうな気がするんだけどな。うわー、バサバサがいる。あ、ハテナブロック。あー、なるほど、こういう隠しブロックがあったのか。くそー、見逃してたな。で、これは宝箱、マックスアップハート。あー、そういえばここにキノピオがいたんだけど、そのキノピオがマックスアップハートをくれたんだよな。お宝発見率 100%、 いいね。てか HP がやばいんだけど、この先にも何かあったりしないかな。おぎりや、はい、攻撃に戻って水神様の力を試してみたいです。そうだけど、なんかここなんかありそうな気がするんだけど、はめんどくせえな、バサバサっちゅうものはよ。わ、カニさんもいるな。さあって並べよう。普通に考えてこうだよな。ん、やっちまったか。こうぐるーって、あ、いや、いけるな。よし、オッケー。で、これ3回あるね。じゃあまずは普通のブーってバサバサを倒そう。せーの、はい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 、よーしよしよし。じゃあ続けてバサバサ、せーの、はい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 、よしよしよし。問題はこのカニさん用ハンマーでエクセレント出るかな。はい、あー、ちょっと早かったか。ハンマーのアクションちょっと苦手だな、やっぱり。まだまだ、ここ行き止まりなんだけど、なんかあったりとかしないかな。あ、これハテナブロック回収率いいね、 100%。 え、今手に入れたのはキラーアイアンだったか。キラーブーツとアイアンブーツの能力が 2つともねあるっていう、結構便利なやつなんだけど、ちょっと貴重そうだからあんまり使いたくないんだよな。あとはどこだ、あったりとかしないかな。この先とかいそうだな。めんどくせえな、このカニさんよ。ここ、よしよし。ここの宝箱は確かゲットしたから、別にする必要ないよな。よし。ああ、そうだ、こいつは横移動だった。くそ。ここはしっかりと。この青いカニさんがめんどくさいんだよな。紙っぺらも全部集まったから、集めなくていいか、とりあえずは。あと、ここ。前回左行ったんだけど、右がね、俺ちゃんと探索してなかったんだよな。右なんかあったりとかするかな。ある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 。しっかりとあるね。さーて、あー、いるね。キノピオ。おい。よいしょ。踏み潰しは無理か、やっぱり。よ。あの形折れました。サイズが合ってなかったようです。設計ミスでしょうか。そこ気になる。おられる立場なのに、いちいちそういうことを気にするんだ。几帳面だな、お前は。バーボン。お、遅めのバーボン。お、キノピオ救出率が 100%。 いいね。じゃあとりあえずここらで終わりだっけ。ちょっと情報見る、地図とか。こっち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 。キノピオ、これは全部クリアしたってことでいいんだな。他、全然クリアできてねえなー。この水神神殿が初のパーフェクトだな。じゃあ、外出ますかね。さーて、
まみ？もみじ山。そっか、ここもみじ山だっけ。パフェさん、お待たせー。みずきみさま、とってもかっこよかったですわよ。すごい力をもらえたし。ああ、ほんと？そんなにすごいの？たかが水回りでしょ。こいつ腹立つな。ただでさえ、この水上神殿のバトルに参加しなかったくせに。そんなにすごいならぜひ俺回ってみたかったっすね。もうすぐ会いますわよ。水上様の力、楽しみにしててくださいね。たく、こいつはもう腹立つ。じゃあ行きましょっか。おっと。何、味方投げって。あー、なるほど、そういうのか。あその投げた味方が死んだぞ。気をつけろ。あ、金、金ー、金はゲットしておきたいね。よいしょ。このまま土管行けば普通にあそこのところに行けるってことだよね、確か。よいしょ。でもボム兵がいる状態で土管に入ったのは初めてなんだっけ。さてと来ましたけど、あの猿気になるんだよな。あ、気づくか。まあいいや。こっちだったよな、確か。魔法陣があったのは。あった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 。じゃあ、オリビアお願い。ただ、ボム兵はこのシーン見るの初めてなんだよな。スキップはしないでおこう。これすげえな、これ。1枚の紙でできんのかな、これ。さあ、来ました、水神様。おお、すげえ。リアルだな、ほんと、水。これで川下りができるわけだな。さーて、お疲れ、オリビア。どう？お水いっぱい出しちゃいました。これなら、ボートで紙テープを終えますわよ。うわあ、オリビアさんすごいっす。疑ってすいやせん。本当にすごくて、すごい思い出ができたっす。そんなに思い出欲しいんだったら、水神神殿入ったらよかったのに。さてと、じゃあ、これで川下りすりゃいいわけだな。ここの川下りはよほどの綱好き。ああ、綱だね。あの猿何なんだ？まあいいや、行こっか。わーい、これで青テープを終えますわね。出発！よっしゃ、行こう。大丈夫か、マリオ。転覆しそうだけど。あ、兄貴、俺がこぎますよ。お前大丈夫か？お前手ねえだろ。そのネジでやるのか。あ、俺つかめないっす。この役立たずか。ダメなの？せっかくボートに乗れるようになったのに。誰かボートを上手にこぐ名人さんとかいないのかしら。ん、猿？あ、あのお猿さんに聞いてみたらいいかも。おい、猿。ん？このなんかテーブルみたいなのあったっけ？あ、キキ、すいません。ボートの名人知りませんか？ツナ。あ！一体、これが挨拶？ちょっと待って、あの、おい。ああ、どっか行っちゃった。あ、これ、ボム兵のセリフか？まあいいや。あ、オリビアでいいのか。まだお返事は聞いてないのに、一体どこ行っちゃったの？いやー、でももしかしたらあの勘が返事かもしれないっすよ。あの勘が。お前みたいな折り紙、あっち行けとか。こいつ。腹立つな。
いちいち言い返さないんだ、オリビア。大人だな。ツナの缶詰。猿に投げつけられたツナ缶。蓋は固く閉ざされている。開けんのかな？近くに。あ、そういえばなんか缶詰パーティーやるっつってたヘイホーいたな。そこに行けばいいのかな、もしかすると。こっちだな。ここ、大丈夫かな？あ、なんか寝てる。いきなり殴る。あれ？ガボン。寝てた。あー、そうだ、パーティー。私をパーティーに連れてって。そんな甲子園みたいに言うなよ。一時的、あれ？あー、お猿さん、こんなところにいたの？なんでまた？何かお猿さんにあげてみます？マンホール服あげちゃう？それはあげれないですわ。ツナ缶しかないけどな。あら、ツナさんが欲しい、ツナ缶が欲しいのかと思ったんだけど、食べたくてもお箸がないから食べられるかしら。いや、その前に開けられないんじゃない？また開けれるようになったら行こっかな。ガボンがいるっていうことは、なんか他の缶詰パーティーに参加するやつとかもいんのかな。でもいなさそうだな。まあ、いや、とりあえずこの状態で一旦ヘイホンとこ。おーい、着いた。お待たせ。これ例のあれ。例のあれ。あ、お待ちだぜ、アミーゴ。缶詰パーティーにウェルカム。おでん缶なんて最高のチョイスだ。いい缶詰パーティーになるな。おでんか。だんだん涼しくなってきたからおでんの季節になるよな。おでんうまいしな。あとは缶切りを持ってるあいつが来ればパーティーの始まりだぜ。誰？え、缶切り持ってる誰？いや、そのあいつって誰？ちょっと特徴を教えてくんない？おでん最高。まあ、わかるけど、まあ一応、ちょっと。一旦ちょっと体力回復しよう。ああ、爽やか。山は空気が美味しいですわね。そういえばここは空気も赤いのかしら。透明だからわかんないですわ。世の中はわかんないことだらけっすよ。何ちょっとそれらしいこと言ってんだ、ボム兵は。何今まで、俺の方が人生のことよくわかっていますみたいな感じの。あー、敵かー。敵じゃなかったら殴ってもいいのかって話になるけどな。2回かー。よし、これだな。なんか珍しいな、全部違う敵って。じゃあ行きましょう。よいしょ、オッケー。一発見事だな。できるとできない時あるんだよな。ではもみじ山のボム兵じゃないや、キノピオとか探す。あー、ダメだ、これ危ねえ。なんかここ行けそうなんだよ。そういえばこっちこっちなんか見えたんだよ。ほら、なんか見えるんだよ。どっか行けるとこあると思うんだよね。水神神殿はなんかこういうところをなんか奥からこう出てくるってやつなんだろうけど、どこどう行きゃいいのか未だに分かんないんだけど。何この回ってるやつ。話す？変なやつに囲まれて足がすくんで動けなかった。助かった。パーティー連れて行ってくれ。あ、お前か。てか、今の何？周りにいるやん！あぶね。あれ、お前、骨くり棒じゃね？こっちとかなんかない？お、下行けた。どうした？おにに、おにに。よかった、助かった。一人で寂しかったです。これ、俺にどうぞ。お！ま、お、お前もマックスアップハート持ってんのか。よかった。ありがとう。80までいった。またマリオさんの HP が増えたような気がします。さらにちょっと強くなったのかも。なるほどね。
で、ここをこうやって壊すと。骨くり棒じゃん、お前。合ってるよな、骨くり棒で。あぶね。これでちょっとマリオ強くなったのかな。なんかオリビア言ってたけど。おい、ついてきたぞ。ついた。サンキュー。骨くり棒のペーパーの姿初めて見たな。あおい、みんな揃ったな。それでは早速、カズメパーティー始めようぜ。ライド。へいへいへい、行っちゃおうぜ、カンオープン。頼むぜ、カンキリ。カンキリ。ああ、カンキリ、持ってくるの忘れた。へえ、カンキリがないとパーティーできないぜ。ああ、どうする？カンキリ、そんなの必要ないね。え？おお、そんな特技あったのか、骨くり棒って。へい、さすが。その出っ歯があればいくらでも缶詰が開けられるな。それ出っ歯なんだ。敵なんか骨かぶってんのかなと思った、その骨くり棒って。最高だぜ、缶詰パーティーでライド。いいね。あ、そうだ、こいつちょっと缶詰開けてくんねえかな。俺、缶開ける超得意。あ、待てた。俺、缶開ける超得意。これね、砂の缶詰お願い、これも開けてください。開いた綱の缶詰。あたりに綱の香りが漂っている。綱の香りね。俺、缶もっと開けたい。いや、ありがとう。キノピオもサルもみんなか。サルも、あ、まあ、そっか、サルもそうか。キノピオも好きなのか。アミーゴもどっかに誰かと缶詰パーティーかい？最高だぜ。おー、いいね。クラッシュだ、クラッシュ。で、これ、この状態で、あの、お猿さんに、綱の缶詰あげたらいいのか。おい。開いた綱の缶詰。わー、綱に夢中。お猿さん、まっしぐらですわ。近くにいても逃げないし、明治さんのこと聞くなら、今がチャンスですわ。え？あっ！ああ！あれ？マリオさん！失礼しました！おらえて我を忘れてましたが、私、猿じゃありません！なんで猿になったの、お前は。私は、川下りの名人、川下りのキノピオだよ。助けてくれてありがとうな。お前、どうした、急に声。さっきまでなんか、バーバーみたいな喋り方してんのに、急に生きやがったな。あなたが川下りの名人さん？私たち、名人さんのことを聞きたかっただけなのに、本人が見つかっちゃった。川下りしたいのか？助けてくれたお礼に、ウガでも乗せてやるでよ。ボート乗り場で待ってるから、いざも来とくれ。それじゃあね。いや、一緒に行こう、おい。やったー、これでボートに乗れますわ。そのまんま一緒に行く。あ、ここもなんか行ける。お、行けるじゃん。これはファイヤーフラワー。じゃあこのまんまボートに乗っちゃっていいかな。さてと、80か。なかなか強くなってんのかな。まあもう先進んじゃっていいか。おい、置いてくなよ。おう、お待ちしとったよ。準備はいいかね。川下りツアー出発するか。しようしよう。おーし、行くか。さあ、乗った乗った。よし、じゃあ、これだと進めるわ。わーい、川下りです。さあ、いっぱい下っちゃいましょう。出発。さあ、お、ぷくぷく、そうだ、こいつらも、水がなかったから、ピチピチ跳ねてたっけな。なんで地味にボム兵お前が先頭にいるんだ。オリビアがかわいい。え？小舟はゆくよ、水しぶき。トゲゾウが人生歌うのこれ。終
は流れに任せて、カズメパーティーのやつだ。手振ってあげろマリオ。あーいいっすね、のんびりするな。そうかい、この辺りの流れも穏やかだしな。いいね、おい、こういう川下りってやったことないんだよな、気持ちいいんだ。さーて、セーブ中。渦巻き側。あれ、川の流れが少し速くなった気がするかも。気のせいじゃない、オリビア。こっからは急流や渦巻きでハラハラドキドキの渦巻き側下りだよ。え、大丈夫か。ハラハラドキドキ、そのお願いしないですわ。そんな遠慮すんな、せっかくなんで楽しんだらよかよか。大丈夫か。それにしても今日はいつにもましてあれどんな、もみじ山で水が増えすぎたかな。さっきの水神のやつか。聞いてないですわ。なんかすげえ嫌な予感がするのは俺だけか。ん？何これ。なんか左上に、それじゃマリオさん、Lスティックでボートの向きが変えられるんだ。はあはあ。俺が操作すんの？岩とか画面に何度も当たるとしまいにはボートが壊れちまうんで気をつけるだよ。マジか。あと5回先危ねえからしばらく目には開けないんでよろしくな。了解よ。さあそんじゃ渦巻き側急流下り始まり始まり。そんな紙芝居みたいに言うなよ。そんな、おーおーおお、なるほど、こういう感じね。あんまり小回りは引かない感じか。あ、金金金金は欲しいね。紙っぺら、そういうのもあんの。おお、なんか微妙に取れか取れてるかわかんないや。紙っぺら、あーあれはちょっと取れないや。紙っぺらって何？なんか途中でスカスカ穴があるってこと？でこれをジャンプ、あ、お前がジャンプね。あ、危ない危ない。でしっかりと紙っぺら、よしよしよし、いいぞ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 。だからこれね、上のライフゲージが船の耐久ね。おっと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 、怖えな。大丈夫かな、岩にぶつかっただけで沈まねえかな。マリオサンシャインの泥船を思い出すな。ちょっとあれは取れないな。怖い。安全に行こう、安全に。で、これは、5までか。これ以上増えたりはしないのか。ちょっと無茶しても大丈夫そうだね。で、あの穴はちょっと塞ぎときたい。よいしょ、紙っぺら。ほい。ほい。よしよしよし。おー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 おお。おーおーおーおおお、これはちょっときつく、危ない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 、あ、あった、待て、スカスカすな、スカ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 、はいはい、いた、まあまあまあ1ダメージぐらいだな。お、金いっぱいあるね、いいね。さーて、スイート、おお、すごい落石、マジか、岩も降ってくんのかよ。おお、誰が降る、なんちょ、危ない危ないって、あー、ぶつかるぶつかる、いった、くそー、それは、うん、大丈夫か、紙っぺら過ぎてないか、手前とかにあったりしないかな。おっと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 、うわー、危ない危ないって、あ、しまったしまった、手前に紙っぺら、曲がれ曲がれ、やべ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 って、おい、届く届く届く、いた、よしよしよし、やべ、あと2回だ。ちょっと紙っぺらが、くそ、あぶねっす、あぶね、マジであぶねって、おおとっとっと、よし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 、おおおおお、とうとう、いいな、今のところ面白いな。あー、渦巻き側だけに渦巻きが、これは、あー、ちょっと待って待って待って、危な、いけ、よしよしよし、しっかりと、うわ、これは下行けるね、よしよし。さてと、おおおおおお、まだ続く、うん、これ、おっきい渦巻き、大丈夫だよな、奥の方に ないよな、よしよし、
紙っぺら。あぶねあぶねあぶね。あ、奥にある。しっかり。あれこれって、あくそ、あっち行かなきゃダメか。うわー、おーおーおー、一発で終わりかと思った。くそ、いけない。マジか、いけないか。これ以上は、これはちょっと痛いな。取り逃しがいずれまたできたりすんのかな。おー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 おお、やべえ。あ、金金金、よいしょ。いやー、初見はちょっと難しくないかこれ。他には大丈夫か。岩は降ってこないかな。はい、これにて渦巻き側急力だけおしまい。お疲れさん。いやいや、マジで危ないんだけど。時々狭いところを通るからドキドキしちゃいました。のんきだなお前ら。ほんと今夜全部取りなかったんだな。いいことあるんで、また今度頑張りだよ。別にコインはいいんだよ俺。ちょっと最後のスカスカーな取れなかったのがちょっと残念だったわ。まあとにかく HP がゼロにならなくてよかったな。もうちょっとね、船頑丈にした方がいいと思うよ。やっと伸びてきたわ。俺がイメージするカグラギってこういう感じなんすよね。青い紙テープもずっと変わらずに伸びてるし、こっちも順調ですわ。結構長いよ紙テープも。ほんとさて、そろそろ次の船着き場に着く頃だよ。ここか。お、すげえ和風って感じがする。ザ和風。お江戸ランド、お江戸ランドに着いただよ。おお、とっても楽しいショート、とっても楽しいアトラクションで大人気のテーマパークだよ。ちょっとテーマパークなんて楽しそう、行ってみたい。まあそうなるわな。ほれ、あそこに見えるのがお江戸ランド名物のお城だ。あそこに青テープが、うん、お城に紙テープが絡まってますわ。紙テープなのか。そっか、紙テープか。どうした、これオリビアのセリフじゃねえな。誰だ。ねえマリオさん、ワイドランドに行った方が良さそうですわ。っていうか、これは多分行かなきゃまずいかも。あ、テープもあるし。なんかテープがついでみたいな感じになってんな。俺と全く同じこと言ってんな。なんだか紙テープの方がついでみたいに聞こえるけど、気のせいですかね。カマグラリア、この先の川、風渡り谷の前に続くだよ。どうすっかね。まあせっかくだからここでちょっと降りるわ。ありがとうね。わーい、さすがマリオさん、話がわかる。それじゃあ行っといで、あたしはここで待っとるよ。お前、男性女性どっち。よーし、お江戸ランドでいっぱい遊ぶぞー。遊ぶって言っちゃったよ。目的は紙テープっすよね。珍しくボム兵がちょっと常識的になってんな。さーて、ここがお江戸ランド。入国のご案内、町人ノーマルパス、1回入国券、再入国はできません。1枚で3名様まで入国可能。お大名プレミアムパス、永久何度でも何人でも入国可能。アトラクションによる特典あり。へぇ、何度も来るのはやっぱりお大名ってのがお得ですわね。もうすでに何度も来るつもりなんすね。うん、ここで買うのか。いくら ?2400 両、9800両、いくら。まあ、ちょっとせっかくだからお大名を買う。まんまなのかな。まんま9800コイン取られたんかな。お大名手形、永久不滅で特典付きプレミアムな2国券。また来ることになるのかな。まあなんか取り逃しがあった時のために。お、これは、あー、やっぱキノピオか。ハートに折れた私はハートの秋を感じるもの。あーあー、あなたが来る、あなたが来るのを待っている。キノピオタウンの赤レンガ。あー、ちょっと痛いやつだったな。で、このこれは例のワープドカンだな。ちょうどいいや。
もう一回セーブして、じゃあ入ろう。忍国手形を拝見、マンホールフックござらん。なるほど、あ、間違えたん。はい、お大名手形おお、お大名様のお通り。苦しゅうない。よし、さてと、あ、わあ、お城が見えた。素敵、かっこいい。この橋を渡れば楽しいお江戸の町なのね。ああ、もうワクワクですわ。なんか日光江戸村とかあるよな。ああいうところってどうなんだろう、楽しいのかな。うわあ、誰もいない。え、これが楽しいお江戸なんの？誰もいませんわ。もしかして今日はお休みかしら。入れたんだから休みじゃないっすよ。なんすかね、どっかでショーをやってるのか。ショーね、こういうとこあんのかな。ショーってなんだろう、大名行列とかそんな感じ。ここはどこだ。お江戸らの限定商品、近日入荷予定。へえ、チョップかなんか。でもこれ以上、あ、マンホールフックでこじ開ける。お江戸なのになんかちょっとアメリカンジョークみたいな感じやめて。さてと、こっちは違う、こっちは誰もいない。あ、宝箱。忍国手形を拝見。はい、お大名手形。大名様のおなーりー。鎌倉ギアのボート。え、お宝フィギュアを取るためにもわざわざこういう忍国手形が必要なの？これだけかな。じゃあこの先は進むとどうなるんだ。ちょいとそこ行く旅の方。ん？あれ？マイコクリボー。どうかこちらへ来ておくんなまし。あいつはペラペラだな。折り紙兵にはなってない。ここにいたやつだが、ささ、どうぞこちらに。うん。ありがとう。あ。あ！あれ？ムーチョじゃん。久しぶり、ムーチョ。ペラペラのムーチョ、初めて見た気がする。民の方、どうかお助けください。お江戸ランドが鬼神の身に乗っ取られてしまいました。さらに奴らは、ここのスタッフたちを片っ端から引っ捕らえ、お城のどこかに閉じ込めてしまったのでござる。こんな格好までして、気分を盛り上げて遊ぶ気満々じゃったのに。このままじゃチケット代が丸損じゃ。どうにかしてくださらんか。お前は特にキャラになりきってんな。ん？ここにも鬼神兵が、お江戸の平和を生み出す不届き者ですわ。めっちゃ怒ってんな。おー、マリオさん、誰？あれ、川下りの名人さん。川下りの下見に来てみたら、俺見てみ、青いテープが邪魔して水門が取れないだよ。あ、どっちみちスルーしてでもここに来ることになっちゃうのかな。ああ、しかも黄色の紙テープまで向こうへ続いてます。だったらやっぱり青テープなのかしないと先に進めないかも。なるほどな。ということで、青テープのためにもお城に行かねばなりませぬ。マリオ殿、ボムの助殿、いざお城に乗り込みましょうぞ。お前もなんか入ってんな、キャラが。オリビアさん、ノリノリっすね。でも確かにスタッフがいなきゃ何もできないし、とりあえずお城っすかね。しょうがねえな。これは何、これ尻尾。近くの敵を尻尾で投げ払う。尻尾マリオ思い出すな。ここのスタッフたちはお城の中に閉じ込められているでござる。はい、どうぞ。スタッフたちをお城から下してくださいます。お城はそこのメイン通りをまっすぐ行った突き当たりでございます。
なんか舞妓姿のクリボーなんか可愛いな、どことなく。あ、いるな。バレない方がいいのかな、やっぱり。でも新しい敵、お、なんかこれ怪しいな。これキノピオだろ絶対。よいしょ、はあ。来た来た来た。私はうちわじゃありません。シャープ機能が持っているだけでバトルやアイテム一度だけ復活することができるんですよ。強い敵とのバトル時には必須のアイテムですね。なるほどね。なんかこっち空いてるってことはまだもう一体とかいるんじゃないかな。あ、なにこれ、この裏になんか隠れてるとか。ちょっとお前どいて、どいてお前。いやどけってお前。ちょっとこれ、このなんかこれひっくり返るのが気になるんで、ちょっとどいて。じゃあお城に行かなきゃいけないのかな。ん、あれ、お前日本軍人よ。キノピオ、嬉しい、楽しい、超便利、アクセサリーがあるっすか。ウェドランドのお土産屋の前で売ってますので、ぜひお立ち寄りくださいね。あ、やべ、バレる。あ、バレたー、早い。折り紙のムーチョか。うわ、多いな、多いな。ちょっと待って、これどう、これ結構難しいぞ。ちょっとヒント教えて、ヒント。怒ってる敵って怒ってるから、ほっとくと超強力な攻撃とかしてきそう。分かっとるがよ。まあちょっととりあえずちょっと、うーん、ここで固めて、いやこれはこれで合ってそうな気がするんだけど、ちょっと待ってね。こうの方がいいか。1の2の、あ、3、普通だね。よし、OKで。じゃあまずはノコノコ、これ普通にいけっかな。強くなってるってさっきオリビア言ってたからな。はい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 、よーし、いいぞ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 。さあ次、ヘイホー、せーの、はい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 、よしよしよし。さあ最後はムーチョラ、いくぜ。オッケー、エクセレント決まった。何、強い。おい、な、何してんのお前。え、はあ、食らっちゃった。あ、仲間呼びやがった、かわいいかわいい。そう、ボムヘ、何をまこけてんだよ、もう役立たずめ。1、普通にいけんだこれ。よーしよしよし。さてと、じゃあとりあえず助っ人の兵法を倒す。はっ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 。であとはヘトヘトのムーチョ軍団を普通にハンマーで倒しちゃえ。はい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 、よーよーし、オッケー。たく、このボムヘ役に立たねえな。さてとりあえず紙ペラ全部集まって、あー、しまった、先にこの穴開けてから紙ペラを回収すればよかったな。金はしっかり回収しておく。よしよし、いる、やべ、隠れろ。こ、あ、あの花怪しいな。よいしょ。この家の裏の処理剣道場では景品がもらえるらしいですよ。家の裏？どっか抜き道とかあったりしないかな。あ、コインか。なさそうだね。まあいいや。じゃあ隣の家かな。よいしょ。あ、普通にあそこのとか。まあいいや、とりあえずここにも。あ、何してんだ貴様、何してんだ貴様。あ、普通に倒しちゃった。あ、もしかしてこれ、あの兵法とか弱い敵なら先制攻撃すれば倒せるってやつか。あ、いる。なるほど、しまってたのか。しまっちゃうおじさんだったか、兵法は。座布団あってよかった。お前は座布団なさそうだな。また座布団となりました。何、大喜利やってたの。
座布団取りゲームしてたんです。椅子取りゲームみたいな感じ。まあいいや。さて、じゃあこの左の戸を開けて、なんか手裏剣道場があるとした。ああ、他に行けるとこはないな。よしよし。ああ、これテープか。くそ、今行けないのか。あの手裏剣動いてんだ。あれ絶対キノピオだな。ぐるーって遠回りしなきゃいけないのか。うわー、はー、あれあれ、くそ、紙っぺやりてる、紙っぺやりてる、紙っぺやりたように、はい。よいしょ。さてと、やったら多いな。これなるべく同じ敵を並べた方がいいんだよな。こう、あ、これちょっとやっちゃったか、やっちゃったか、やっちまったな、やっちまったなか、これ。やっちまったな状態だな。くそ。じゃとりあえずここだけね。寝てる時のターンってこいつは使えないか。怠けか、特製怠けだこいつ。しっかりと使ってから紙っぺら回収。よしよし。トンボがいるな。あれ絶対キノピオだな。こっち行けるね。団子屋じゃん。エレガンスティーラウンジ筒屋お江戸ランド店。ほう、あれ、ワンワンじゃん。うー、ワンワン、おっと、マリオさんでしたか。あ、そうそう、さっき全身緑の人がそこの忍者屋敷に入っていたんです。全身緑、目にも止められない速さで走ってたけど、なんかいいものでも見つけたんですかね。全身緑って言ったらルイージを思い浮かんだんだけど、いくらなんでもルイージ知らないわけないでしょう。あー、その人人間だったりして。でっけえな、ここしっかりと穴埋めて、セーブもあるからこの辺で終わりにしようかな。その前にちょっと気になるところいろいろ調べてみよう。ここら辺、かわいいおチビにおやつあげよう、動物触れ合いどころ骨100両。おお、あー怖いです。まんまでかわいいおかのにとっても怒ってますわ。おいワンワン、俺たちをこんなちょっとお門違いじゃないか。後ろにいるあの折り紙兵のノコノコに噛みついてくんねえかな。あ、まあいいや。そういや、オエドランドのオエドって、あ、間違えた。そういや、オエドランドのオエドってどういう意味なんすかね。うーん、オエってなるほど楽しくてどうしましょうみたいな。なんだそのクソつまんない会話は。ちょっとこのお茶屋は、あ、ヘイホーよ、ヘイホーヘイホーよ。ここのお茶、グラスが平たくて飲みにくいってのありゃしない。ストロー持っててよかったわ。マリオさん、ストロー持ってます？オッケー、これでよければ使ってください。飲み物を飲むための筒、誰か欲しがっているのかも。へえ。あ、正座してるヘイホーかわいい。てかヘイホーは使っているストローをそのまま渡されるのかよ。なんか、え、飲めたり しないの。ここのお茶もただ苦いだけで口に合わなかったな。まあまあ、そっか、飲み慣れない人だとちょっと飲めないか、お茶。俺もそうなんだよな。お茶はだいたい麦茶ぐらいしか飲めないからな。緑茶もせめて冷たいのなんだよな。あったかい緑茶って俺あんま好きじゃないな。てか、あったかいお茶自体はそんな好きじゃないからさ。あれ、調べる。おちびの飼育日誌。おちびの大好きな骨が品切れ中、どこかお腹の空いたおちびには近寄ることすらできない。マジか、品切れか。じゃあ今右に行けないってことか。じゃあどこ行きゃいいんだ。お、いいね、金金金、しっかりと金集めようぜ。よっしゃ、他にないかな。閉じ込められた人たちを助けに参りましょうぞ。大きな建物はお城でござる。めっちゃキャラに入ってんじゃん。んじゃあ、まあとりあえず今回はこの辺で終わりにしようかな。じゃあ次回は
このウェイドランドでいろんな、あ、いろんなところを回って謎を解いてお城に捕まっているスタッフたちを助けに行くとしますかね。